してんの？探してんの、呪いの動画。え？呪いの動画。動画を見ながら自殺ね。聞いたことあります？呪いの動画って。ああ、だいたい動画で人を殺せないだろ。それが単なる噂じゃないんですよ。ニコニコ動画の生放送ってあるじゃないですか。あれで公開自殺したやつがいて、その生放送を見てた人も自殺しちゃって、見たら死ぬ、まさに呪いの動画。奴は生きている。死体はなかった。さあ始めよう。